桜赤は、バラ科の赤である。より直訳的に桃赤とも。また、シノニムのプルーノワディモス桜赤と訳されることがあるが、現在はほとんど使われない赤名である。なお、桜族、スモモ族、桃族は、非常に近縁ないし同一族なので、これらの名を冠した赤名は学説を問わず同一赤のシノニムである。シュルツメンズなどによる古典的な 桜赤は実際は単系統ではなく、系統上の位置は、リンゴ赤マルイディや下付け赤スプイラディなどと混在していた。それらは現在は統合されている。その新しい赤の名は当初下付け赤とされたが、スプイラディアーンよりアミーグデラッチマルキスが先行していたことから、桜赤アミーグデルイディが使われるようになった。すべて木本で、桜、桃、梅、スモモ。 アーモンドなど、果樹あるいは柿として、重要な種類を含む、ポッターへ通るによる。ただし、彼らによる、オスマーニオヤナ柳ザクラレン、エクサーコーディとした。また、古典的赤分類の例として、シュルツメンズによる赤を吹きした。ただし、レンミーマンの数族の移動は無視した。古典的赤の略記はそれぞれ以下の通り。 桜類を桜属に分類するか、スモモ属に分類するか、国や時代で相違があり、現在では、両方の分類が使われている。ロシア、中国、1992年以降の日本では、山桜や西洋美桜など桜のみ百種を桜属として分類するのが主流である。一方で、西欧や北米では、各種桜とスモモ、モ、梅、上水桜など、 約400種を一括して、スモモ属として分類するのが主流である。これは、比較的桜類の多いロシアや中国では、桜類を独立した属として分類していたのに対し、伝統的に桜類の少ない西欧と北米では、桜類をスモモや桃や梅などと一括して分類していたためである。日本の科学は、西欧や北米の基準に合わせることが多かったため、 従来は桜類をスモモ属としていたが、1992年の東京大学の大場秀明の論文発表以降は実体にあった桜属表記が主流である。なお、この種とは分類学上の種のことで野生に自生する種のみを指し、種の雑種や種の海分類の変種や全く異なる分類体系となる野生種から開発された。 栽培品種は種の数に含めないことに留意する必要がある。なしびは立花もどき。ありがとうございます。